秋山よしふる。秋山よしふる。秋山よしふる。安政6年1月7日。1859年2月9日。昭和5年。1930年11月4日は、日本の陸軍軍人。最終階級及び、一階軍等高級は、陸軍大将12位。軍一等校2級。日本の教育者。陽名は新三郎。 陸軍騎兵学校を参観に来たフランス軍人に、秋山義振の生涯の意味は、満州のので、世界最強の騎兵集団を破るというただ一点に、尽きていると、称されており、日本騎兵の父と言われた。連合艦隊戦人参謀として、日本海海戦の勝利に貢献したとされる、秋山正幸は実定に当たる。高校は、日清戦争後、 陸軍乗馬学校長となり、自らのフランス留学の経験を活かし、騎兵研究に没頭する。日露戦争が勃発すると、騎兵以外の兵家との連携が欠かせないと考えた。秋山少将は、騎兵部隊に、不評、公兵、公兵などを随反させる、秋山死体という戦闘集団を編成することを、考案した。満州のので、ナポレオンを破り、 世界最強と言われたコサック機兵を相手に抗戦。さらに国交大合戦では、奥安方大将を率いる第二軍に属し、日本軍最最翼を守備していた。しかし、この部隊は四十キロメートル余りの戦線に対し、わずか八千人程度の人員しか配置されていなかった。秋山主体のような兵力で四十キロメートルという、広範囲を守ることは、不可能であった。このため、 秋山少将は、拠点防御方式という騎兵としては相入れない、考えの戦術を採用した。騎兵という兵種はその特徴である、機動力で敵の弱点に対し打撃を与えるものである。一方、秋山少将の考え出した、拠点防御方式は拠点に残壕を掘り穴蔵に、馬ごと潜ってしまい、そこから、機関銃などの兵器で攻撃するものであった。この戦術は、 騎兵の機動力が活かされない一方、不利でありながら防御体制を何とか構築することに成功し、国交大改戦の窮地を救い、見事、ロシア軍を退却させる。秋山が21世紀の現在もなお、その輝きを失っていないのは教育者としてである。すなわち、秋山の功労、秋山の実践当時は、先駆的な内容であったものが、 その後80年近くを経て普遍的な基本要素となり、2018年現在の日本の高等学校教育において広く一般化されており、2022年以降の新たな日本の中等教育にもますます重要な基本要素として継承れてゆく。秋山の本質は穏やかな性格の根からの教育者争いを好まぬリベラリストであり、 第二次世界大戦後の民主教育者、すなわち現代民主主義国家の学校教育に通じる先駆的教育者として今日評価されるようになっている。軍人時代の部下、犠牲者の霊を生涯にわたって弔い続け、当時の世界情勢から日本が次第に傾倒していく全体主義的な流れを嫌い、自らの功績を務めて隠した。修学校長就任後、生徒や親から、 日露戦争のことを話してほしい、陸軍大将の軍服を見せてほしいなどと頼まれても、そんな昔のことを聞いて何になるのか。今は中学の校長であると一切断り、軍服姿、最も軍服での投稿を嫌い、軍服を着るのは指定されている時に限られていた。の秋山の写真を生徒に販売しようとする動きがあった際には断固して止めさせ、武勲を披露することはなかった。 そして、生徒は、兵士ではない都市、学校での軍事教練を極力減らし、生徒が落ち着いて学ぶことのできる環境を整えることに尽力している。秋山は、当時、先進的すぎてわからないの意味も含む、超教育家とも評され、このことが秋山の軍人としての実績と、 相まって教育者としての秋山の先駆的業績の本質を20世紀の終わりまで渦漏れ去ることにもなった。実際、秋山の出身大学が秋山を教育者と認めたのは21世紀になってからである。すなわち当時、中学校の校長職は、いわゆる名誉職であり、秋山のように世紀に、教員の資格を有する普通教育現場の心への、ある者が校長に就任し、 毎日投稿して直接に生徒に接することだけでも珍しく、加えて教育学的に研究した生徒教授まで実践という和解無に等しい状態であり、秋山は異例中の異例であったためである。秋山は社会的集団教育、普通学校教育の目的を21世紀の現在にも通じる個人の確立、独立による社会、国家の確立、 独立、個人の生活安定による個人の確立、個人の生活安定の目の個性、適性の見出しと、育成と考えており、実学、勤労を重視し、生徒個人の人格形成、そのための個性、適性を見出して育てることに徹し、その実践として、毎日、早朝から校門に立ち、登校してくる、生徒一人一人に挨拶をする、よく生徒を褒め、褒めるのと同時に、 字をきれいに書きなさいといったことなどを丁寧に指導する、いつも微笑みをた,たえて、生徒の様子を眺めている校長であった。そして生徒に、もう私は置いている。私が死んでしまった時には、私の束ねを踏み越えて未来に進みなさいとの訓示を、する校長でった。一方、秋山は、生徒、教職員の不祥事は全て校長の責任に帰する、ものとし、 在任中に何度も隕石辞職願いを理事会に提出、都度驚かれて遺留されている。当時の中学校では全国的に生徒のみならず、教員も遅刻、無断欠勤は普通であり、秋山はこの学校側の計画性のなさに、中等教育の諸問題の根本がある、学生が独立している自我が完成されていることを前提とした、高等教育と独立途上にある、 自我の形成途上である、生徒を相手にする、中等教育は異なるものであるとし、遅刻、欠勤した教員の担当授業を自ら代行し、帝国開始、帝国終了、結果なしとして見せた。すなわちこれは2018年現在言われているところの、生徒の学習権保障の一つである。しかし秋山は、当該教員を出席、処分することはなく、一心に、自らの責任として、 自らを処分したことから、北与中学校では、教職員の勤務態度が大きく変わり、遅刻、無断欠勤をする者がおよそいなくなり、教員は自主的によく勉強し、おのおのが学習指導計画を立てて実行するようになった。この実践と成果は全国に新聞報道され、全国の中学校、女学校などの中等教育機関で、授業の帝国開始、帝国終了、 結果なしが実施されるようになり、合わせて中等教育に携わる教員の自主性とその責任範囲について明確化させるものとなった。さらに特筆されるのは当時珍しかった朝鮮への修学旅行の実施である。これは全く支配者としてではなく、関東大震災での朝鮮人虐殺事件に心を痛めた秋山が生徒たちの異文化への理解や敬意を育むために、 考え、実施したことであった。そして裁判年の世界大教皇の際には、国際協調の観念を寛容する大切さを生徒たちに解き、デンマークは元は貧しい国であったが、国民の農地改良によって豊かになった例を紹介し、日本も国民の勤労さえあれば、必ず大丈夫であると解き続けたことなどである。 つまり2018年現在も続いている日本の高等学校教育の重要な基本部分を構築した一人が秋山であり、教育界でも猛将となった秋山の功労もあって、その後の太平洋戦争、日本の敗戦と占領、学生改革によっても、日本の中等学校教育はその軍国主義的な内容を除いただけで温存され、日本の 各中等教育学校の伝統文化は、それぞれの新生高等学校に継承され、今日に至ることになっている。なお、秋山のこれらの教育方針と実践は、現在の愛媛県立松山北高等学校の校長室に、秋山直筆の新たる紹介、すさんだ心や怠け心を互いに戒め合うとして、なお掲げられ、同校校訓の一つ、 心と一致し、2018年現在の、同好教育方針である、自立、真種、敬愛を重んじ、豊かな人間性と社会性を養うとともに、個性や能力を活かす、教育の充実を目指し、平和な国際社会に貢献できる、国際感覚豊かな人間を育成する、とも一致している。秋山は書に長けており、記号を頼まれることが多かった。 松山市の近辺には、孝子の記号した、石碑等が多数置かれている、愛媛県伊予市の伊予港、群中港にある、藤谷元群中町町長の共造の碑文の腹は、秋山によって認められたものである。孝子の彦である、秋山純一は、陸上自衛隊の三等陸佐であり、第七師団第72戦車連隊第一、中隊長を経て、 現在防衛大学校勤務である2012年7月26日現在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。